サモラ・マシェルは、モザンビーク共和国の革命家、政治家、軍人。同国の初代大統領。モザンビーク軍最高司令官。階級は厳粋。1933年、ポルトガル領東、アフリカガザ州のマドラゴアに住む農家に生まれた。1942年、ポルトガルの言語と文化で教える、カトリック宣教師の学校に入学した。4年生まで、 無事に学んだものの、マッシェルは、中等教育を修了することはできなかった。1954年、マッシェルは、首都ロレンソ・マルケスで、看護の勉強を始めた。マッシェルは、看護助手養成所卒業の学歴で、彼によれば、看護助手になりたくて養成所に入ったわけではなく、その当時モザンビークの植民地住民に許されていた、最高の教育とは、小学校を終えた後、 白人の監督家で下働きの仕事をするための看護助手の養成所に行くことであり、愚民化政策であった。ロレンソ・マルケスにあるミゲル・ボンバルダ病院での正規の訓練を全て行うための資金が確保できなかったため、病院で補助者として働くことで野学の学費を稼いでいた。病院での勤務は、マッシェルが民族主義闘争に参加するために国を離れるまで続けられた。 病院での勤務を続ける中で、マシェルは次第にマルクス主義に引きつけられるようになり、病院内で同じ仕事をしている黒人の看護師が白人の看護師より給与が低いという事実に抗議するなど政治的な活動を始めた。マシェルは後にモザンビークの貧困層に対する医療の悪待遇について、富裕層の飼っている犬はワクチン、薬、医療の面において 彼らの富を支える労働者たちよりも上等のものを享受していると語っている。1962年、マシェルはモザンビーク解放戦線に加わり、翌1963年に国外で軍事訓練を受けた。1964年にモザンビークに戻ると、ゲリラ部隊を率いて、モザンビーク北部でポルトガルに対する攻撃を行った。その後、 1970年までにマシェルはフレイリモ軍の最高司令官になった。マシェルは最終的な目標として人々に武力闘争を革命に変える方法を理解させることと新たな社会を作り上げるためには新たな精神状態を作り上げることが必要不可欠であることを理解させることだと語っている。マシェルの掲げた目標はほどなく達成された。 フレリモの部隊は植民地支配の力を弱めさせ、1974年にポルトガルでカーネーション革命が勃発するとポルトガル人はモザンビークから去っていった。マシェルの革命政府は政府を引き継ぐとともに、1975年6月25日の独立とともに初代大統領に就任した。大統領就任後、内政面では、 ポルトガル人の農園と財産の国有化を行い、また、フレリモ政権によって学校や診療所を建設するなど、マルクス主義の実践を速やかに導入した。さらにマッシェルは、ローデシアや南アフリカで少数派白人政権と戦っている革命家たちのために、モザンビークでの訓練及び活動を認めた。しかし、フレリモ政権が建設した学校や診療所は、 反政府勢力のモザンビーク、民族抵抗運動による報復によって破壊され、鉄道や水力発電施設も妨害を受けた。モザンビークの経済は、こうした略奪行為に苦しみ、ソビエト連邦を中心とした海外からの援助が始まった。こうした状況にもかかわらず、マシェルは在任中高い支持を得続けていた。 1975から1976年のレーニン平和賞も受賞している。1986年10月19日、ザンビアでの国際会議を終えて、帰国途中のマシェルが乗った、ツポレフツ -134 が、レボンボ山脈に墜落した。乗員乗客44人のうち、マシェルを含むモザンビーク政府の大臣、職員ら34人が死亡し、 生存者は10人だった。モザンビークでは、この墜落事故に、当時の南アフリカ政府が関与しているという疑いが、広まったが、その証拠は何一つ見つからなかった。墜落事故の後、モザンビークと南アフリカの両国政府は、国際民間航空機関の関与により、国際的な調査委員会を設置することで合意した。 シカゴ条約によると墜落の起こった場所である南アフリカ政府が調査を主導することになっている。しかし、南アフリカ政府は飛行機の所有者であるモザンビークと製造者であるソ連に協力を強いた。結局、モザンビークとソ連は同等の立場で参加する感触を得られなかったため、初期の段階で協力関係を解消した。南アフリカ政府は、 マシェルの乗った飛行機の墜落を調査するために裁判官のセシルマーゴを代表とする調査委員会を設置した。委員会の調査はロターニースリング将軍が現場から回収されたコックピットボイスレコーダーの引き渡しを妨害したため数週間遅れた。マーゴ委員会は調査の終了にあたり機体は飛行に耐えるもので整備もきちんとなされており手抜きや 第三者の関与を示す証拠は全くなかったと結論づけている。調査報告書の中で委員会は以下のように述べている。この事故に関するマーゴ報告書は国際民間航空機関でも承認された。一方、ソ連側は南アフリカによって自身の専門的知識や経験が傷つけられたと主張する反対意見を出した。 その中では、南アフリカの保安部隊が凶暴し、イスラエルの情報機関から提供された技術を用いて、偽のナビゲーションビーコン信号に故意に交換されたという説を述べている。ソ連の報告書では、飛行機を丘に誘導した37度の右旋回に着目した。これは、乗務員が着陸に向けて、地面と平行に飛行していると誤信して、 地表接近の警告を読み誤ったという、マーゴ報告書の調査結果を否定するものである。マシェルの死から12年後、南アフリカでは、民主的に選ばれた政権によってアパルトヘイトは、廃止されたが、同時に、真実和解委員会によって、マシェルの死に関する特別な調査が明るみに出た。この委員会の調査では、 過去の二つの報告書のどちらを支持するかについて決め手となる証拠がないとしている。しかしながら委員会によって集められた状況証拠からマーゴ報告書の内容にいくつかの疑問を呈することとなった。この TRC 報告書では偽のビーコン問題と南アフリカ政府からの警告がなかったという疑問について適切な機関による さらなる調査が必要であると結論付けている。TRC の所有する警察のビデオには、ボタ外相とボータ大統領が墜落現場に立ち、亡くなったマッシェルや、その他の人々を非常に良きともと表現し、それゆえに、南アフリカにとっても悲劇であるとジャーナリストたちに語る場面がある。2006年2月10日のメールガーディアン電子版は、南アフリカ政府が、 マシェルの死について調査を再開する予定だと報じた。保安省のチャールズンカクラは議会内でリポーターに対して我々はこの件を徹底的に調査することを確実にすることをモザンビークの人々に対して追っている。この区断の扱いについては議論が進行中だと語っている。 この調査には、南アフリカのすべての法執行機関が、モザンビークの同機関と協力して関与するものと予想された。しかし、その後2年近くが経過しても調査から、新たな事実は浮かび上がってきていない。マシェルの未亡人グラサ・マシェルは、墜落が事故でないことを確信し、夫を殺めた人物を探し出すことに生涯を捧げた。1998年。 グラサは当時南アフリカの大統領であった、ネルソン・マンデラと再婚した。一国の王公と死別、または離婚した日が後に、別の国の王公の日となった例は、歴史上、珍しくないが、二つの共和制の国の、大統領夫人を経験したのはこれまでのところこの、グラサ・マシェルが、唯一の例となっている。1999年1月19日、 南アフリカのネルソン・マンデラと、マンデラの夫人となったグラサ、そして、モザンビークの大統領のジョアキン・アルベルト・シサノによって、飛行機の墜落した場所に記念碑が建てられた。モザンビークの建築家ホゼ・フォージズによってデザインされた記念碑は、墜落で亡くなった人数と同じ35個の交換で構成され、南アフリカ政府が150万ランドを出している。なお、 この墜落では、ソ連の乗務員4人とマシェルのための2人のキューバ人、医師、ザンビアとザイールのザイモザンビーク大使の8人の外国人が亡くなっている。ありがとうございます。